はい、今回ご紹介させていただくのは、ハワイの代表的なウクレレブランド、コアロハの東南アジア、タイのラインで作っているブランドですね。コアロハオピオのコンサートモデル KCO10 をご紹介させていただきます。こちらはコアロハオピオのコンサートモデルとなるんですけれども、胴体にはアカシア材を用いておりますね。個体にもよりますけれども、結構美しいですね、材質をボディにも用いておりますね。先にですね、ソプラノサイズ、ソプラノロングとすでにご紹介させていただいておりますが、ハワイ製のコアロハに比べるとだいぶお手頃な価格ではあるんですが、アカシア材を用いながらもコアロハのクオリティをしっかりご堪能いただけるっていうモデルになっておりますね。ヘッドにはコアロハのロゴがですね、刻印で入っておりまして、昔のオピオのモデルとかだと、オピオっていう刻印が入ってたと思うんですけども、こちらは現行のモデルとなりますので、ロゴのみという形になっておりますね。こちらのモデルもですね、ソプラノロング同様にですね、初期搭載はフリクションペグになるんですが、弊社でですね、こちらのグラフテック製のギアペグに交換しておりますね。交換したモデルはですね、QI のショップ限定の販売となっております。結構このペグも好評いただいてて、スムーズなチューニングが可能な仕様になっておりますね。で、ネックはジャックウッド材ですね。で、シバントブリッジはサペリー材の仕様となっておりますね。ブリッジのここの弦を止める部分にもコアロハっていう刻印が入っておりますね。コアロハオピオの中でもこのコンサートモデルがやっぱ一番人気のモデルなんじゃないかなと思うんですが、やっぱりコンサートサイズなので、最初ソプラノサイズを持っていた方が、ステップアップとしてコンサートサイズにされる方、このモデルにされる方も結構多くいらっしゃいますので、コンサートサイズで優秀なモデルかなと思いますね。アカシア材を用いながらも、非常に、コアロハらしい明るいサウンドと、抜けのある音量感のある音色っていうところが、このモデルの特徴ですね。コンサートサイズなので非常に使いやすい一本になってますね。で、こちらの KCO10 はですね、13フレットジョイントの17フレット仕様という形になっておりますので、スケールといい、このフレット数といい、仕様的には先に紹介した KSO02 ソプラノロングネックモデルに近いかなと思いますね。こちらが KSO02、 こちらが KCO10 という形になってますが、スケールとしてはほぼ同じになるんですが、胴体の大きさの違いによるその響き方の違いっていうのはやっぱあるので、ここは好みかなとは思いますね。コンサートサイズはやっぱりこのフォールド感もそうですし、ソプラノよりも広くて演奏性が高いので、やっぱ人気の理由もやっぱ頷けるモデルになっておりますね。で、こちらがですね、コンサートロングネックモデルですね。KCO02 っていうモデルなんですが、コンサートモデルに比べると、この現状ですね、スケールがテナーのスケールになっているんですね。なので、 KCO10 よりもフレットの間隔も広いですし、ピッチ感ですとか、よりこう高い演奏性をやっぱ求める方には、なかなかこのモデルもおすすめですね。一応こちらがテナースケールって形になるので、テナーとのこう比較対象になってくるかなとは思いますけれども、ただコンサートボディでしっくりくる方にとっては、なかなかこのモデルもおすすめなサイズとなっておりますね。個人的には結構おすすめなサイズですね。こちらのコンサートロングは、コンサートに比べると、スケールがある分、ちょっとこう張りのあるサウンドにやっぱなってますね。ソプラノとソプラノロングの比較じゃないですけれども、コンサートとコンサートロングで比較しても、なかなか音の出方が微妙に違いますね。ただテナーよりは膨らみすぎないので、なかなかいいサイズかなとは思いますね。ただやっぱりコンサートサイズは、万人受けじゃないですけども、人気のやっぱサイズなので、中間サイズとしてのやっぱこう使いやすさっていうところがやっぱ魅力のモデルかなと思いますので、結構あらゆるユーザーに使いやすい、モデルとなっておりますので、ハワイ製のコアロハのコンサートとかだと結構高額になっちゃいますけれども、アカシア材単板のですね、コアロハオピオのクオリティもしっかりしておりますので、コアロハの品質やサウンドをですね、しっかりご堪能いただけると思いますので、コンサートサイズ欲しいなって思っている方は、このモデルおすすめしておりますので、ご検討いただければと思います。